皆様、オラカルロスです。大人気生クリームバナナチョコカッコ棒2023バージョンをブラッシュアップさせていきます。前回の動画見ていただきたいでしょうか。あれやばいですよね。あのデスウサギ、自分でやってて本当にホラー映画に出てきそうなウサギだなと思ってしまいました。皆様どんな感想をお持ちだったでしょうか。そんな中、映像に戻りますが、やはりホワイトチョコレートのコーティングがうまくいかなかったということで、普通のチョコレートバージョンも作っていきたいと思います。今回はこのようにしてマシュマロでカットしたウサギの耳と卵ボーロで目をつけて、ちょっと面白おかしくキャラクターチックなバージョンと、ウサギが全面でわかるようなバージョンとを考えながらやっていきたいと思います。こんな感じで、原型はこんな感じですね。ホワイトチョコレートの方もやっておりますが、やはりコーティングがうまくいかないですね。なんでしょうか。これは本当に困ったと思いますが、まあちょっといろいろ調べてうまくいくように、またブラッシュアップしていきたいと思います。さあ、2本目はうまくいくかななんて思ったんですけれども、2本目もダメと。何が悪いんでしょうかね。本当にサラダ油入れてみるか、新しくチョコレートやり直すかって感じなんですけれども、まあちょっと考えてみます。はい、そうしましたら、まあウサギといえば耳の中がピンク色みたいな感じなので、ストロベリーチョコレートで耳の中を塗りつつ、大事な目入れをし、完成に導いていきたいと思います。はい、鼻を入れておりますが、これやっぱり二度漬け、まあ串カツじゃないですけど、二度漬けね、これちょっとあんまりよろしくないですよね。形がやっぱ変わっちゃいますね。一発でいきましょう、ね、トライアンドエラーで頑張っていきます。はい、最後に目入れでございます。一番大事、キャラクターの印象がここで決まると言っても過言ではないと誰かに教わったような気がします。はい、こちらのチョココーティングの方はピンクの目でいってみましょう。まあこんな感じで出来上がりに近づいておりますが、どうでしょうか皆様。
前回のデスウサギよりはだいぶ可愛らしくなったとは思いますが、まだまだですね。はい、こんな感じでアップにしてみますと、こんな感じで右左どちらがお気に入りでしょうか。コメントでお待ちしております。それでは皆様、アディオース。